坂船石遺跡は奈良県飛鳥村岡にあるいくつかの石造物からなる遺跡。以前から知られている坂船石に加えて平成12年の発掘で発見された亀形石造物と古飯型石造物及び佐賀石垣、半築などの周辺の遺構を含めて坂船石遺跡と呼ぶようになった。この命名は飛鳥村教育委員会によるが研究者には 坂船石と亀形石像物との関連性を疑う意見も強く、この名称は適当ではないとの意見も存在する。この遺跡は、民峰にあった二月宮の一部、あるいは二月宮への入り口施設だとの論議があるが、考古学的には否定されている。坂船石小高い丘の上にある花崗岩の石像物。主軸はほぼ東西で、原村の長さ約5.5メートル。 幅約2.3メートル、厚さ約1メートルであるが、北と南の一部が欠けている。上面に皿状のいくつかのくぼみとそれを結ぶ溝が刻まれている。円形、楕円の深さ約10センチメートルで6箇所ある。中央は長楕円型で、長さ1.35メートル、幅70センチメートルである。各くぼみは溝でつながっており、 主軸上を通る溝は幅10センチメートル、深さ3センチメートル、断面は U 字型に掘られている。江戸時代から多くの仮説が唱えられ、酒を作る設備、あるいは薬などを作るための設備ともされ、諸説あるが定かではない。1935年に、丘の坂船石から南10メートルほどの箇所で、石の砥石もある車石も見つかっていることから、 庭園の施設とも言われている。また古代の流体素子であったという説もある。後世江戸時代に高取城を築城するため石垣用の石材として利用しようとしたと思われる石割用の石の実の跡が見られ、上面の造形が欠損している。1927年4月8日、国の史跡に指定された。亀形石造物、小番型石造物、 有水設備主船国遺跡の一般見学会の様子。2000年2月27日、平成4年に、坂船石の北の斜面で、石垣が発見され、日本初期の斎明天皇の時代に記述される工事に、該当する遺跡と推測されている。記述中の、民の山に冠を立て、二月偶とこし、宮の東の山に石を重ねて、柿とす、に関係した遺跡とされている。 その後平成12年に大規模な発掘が行われ、砂岩でできた有水設備とそれに続く形で、古畔型石造物と亀形石造物が発見された。これら二つは水槽になっており有水設備からの水を貯めたと推定される。有水設備は中央に砂岩の切り石を11段内部に空間のある形に積み上げた取水塔があり、 最上段の北側には、保型の取水口があり、その周囲を、左岸石垣で取り囲んでいる。底部を左岸と粘土で密閉し、取水塔内を、水が上がり取水口から、水が出る、巧みな形式である。湯水施設は1基は5段、2基には10段の高さに、積み増している。これで、亀形石層、船形石層も現在の高さ、位置に据え直されている。石は、 約12メートル四方で、周囲は西南を高い尾根に囲まれ、その斜面は赤みのある砂岩石垣で覆われていた。石婦場からの四角は、真上の空だけで、狭く大きな円が行われる、広さではなく、この場所は極めて閉鎖的で、人工的な空間である。亀形石造物は、花崗岩で作られており全長、約2.24メートル、幅約2メートルで、頭や尻尾。 足が造形されている。甲羅部分が直径1.25メートル、深さ20センチメートルでくりぬかれ八畳になっている。頭の部分の穴から水が流れ込み、尻尾の穴から流れ出したと見られる。尻尾に線をすることで水を溜めることもできる。小番が大脂物は長さ1.65メートル、幅1メートルで、深さ20センチメートルで同じく水が貯められるようになっており、 排水口は亀の頭につながっている。研究者は古代に亀とすっぽんを区別して造形する理由はなく、用語でも亀すっぽんや江戸時代寛永年間でもすっぽんを新亀と書くなど亀類としてまとめて読んでいた。すっぽんを日中とも申請することはなく、道教の影響を受けた。天示国習長の四文字を背に持つ亀と類似することや、どのように亀を表現するのは、 図像的に決まっていたと亀とする。それに対し、形から言うのではなく亀は何かを背負う形で表現され何も背負わないのですっぽんだとする説がある。だが、周囲の山を新鮮山として背負っているとの想定で、やはり亀だとの見解もある。一般的には足や甲羅の形状などから亀ではなくすっぽんを模したものとの見方もされた。 生命期に最初に作られその後、天武、地頭朝まで継続的に使用され、平安時代まで約250年間使用された形跡があり、何らかの天皇祭祀が行われた以降と推定される。西明天皇の二月具の関連施設ではとの説もある。それに対し、佐賀に垣は倒壊後に抜き取り転用があり、積極的に修復した痕跡がなく、修復は、 西斜面の一部のみに限定され、この一石は、二月群への時等10年の行行記録や文部2年の修繕記録とは合わないと否定説がある。文献からも、日本初期、サインや木のりの宮の東の山に石を重ねて、柿とその記事と二月群を同じ場所と見るか違う場所かで意見が分かれ、現段階における考古学的な成果からは別の場所と見るべきである。 坂船石が南側そばに位置し、つなぐ階段状の通路跡も存在するが、儀式などの両者の関連も、有無の両論があり明らかではない。皇玉天皇元年8月に、天皇自身が川の上流でひざまずき四杯して、雨乞いをしていて、真意への観応力を持っていた。斎明天皇20そしてからこの坂船石遺跡造成の時期は、くだらしの前で、 この決定の可否を自ら真意に祈り聞いたとの説がある。なお、この部分は発掘後、大規模な一般見学会が行われた。現在見学は文化財保存協力金という名目で有料となっている。坂船石は従来通り自由に見ることができる。坂船石の乗る丘陵全域は自然のままではなく、半畜と石上豊田山の砂岩の切り石で改造した。 人工的な丘であり、延長700メートルまで確認されている。亀型石のある祭祀場とみられる、北方遺跡から見える部分は磨いた加工がなされ、赤みがかった砂岩に囲まれた四角を意識したものとなっている。丘陵の西斜面で砂岩石垣よりも標高の低い箇所で三列にわたり施行された石英戦力岩の列石を発見し、一部に倒壊、修復跡があり、 日本初期の災命2年の船に石を乗せて運び、積んで石の山級を作ったが、積むたびに自ら崩れたとの倒壊、修復の記事と合うことがわかり、天武13年白鵬南海地震による倒壊が考えられる。泉坂船石坂船石遺跡には含まれないが、約400メートル離れたアスカカ藩で2個の石像物が見つかっており、これも水を流したような溝などがあり同じく、 坂船石と名付けられている。区別するためこちらを出水の坂船石、もう一方を丘の坂船石と呼ぶことがある。現物は京都の野村壁運送に移動されており見ることはできないがレプリカが奈良文化財研究所アスカ資料館にある。近鉄柏原神宮前駅より東方約3キロメートル。ありがとうございます。